コパカバーナコパカバーナは、ブラジルのリオデジャネイロ市南東部に位置するリゾート地である。大西洋に面している。レイミからコパカバーナ要塞までの全長約4キロメートルにわたる白い砂浜のビーチは、世界的に知られ、コパカバーナ海岸、コパカバーナビーチとも呼ばれる。コパカバーナの名前は、ボリビアのコパカバーナの聖母を記念する教会が、19世紀に、 建設されたことに由来する。サーフィンのスポットとして知られるアルポアドールを挟む形でイパネマ海岸と隣接している。弓なりに続く海岸沿いにはモザイクが施された遊歩道が伸び、ビーチに面したアトランティカ大通りにはホテルやブティック、レストランなどが立ち並ぶ。また、リオネジャネイロの高級住宅地としての一面もあり、数々の成功者たちが上がって住む場所でもある。 マリンスポーツやビーチスポーツが盛んでビーチバレーやビーチサッカーの世界選手権ワールドカップも開催されたフッチバレーはコパカバーの発祥のスポーツである1994年の大晦日にはロッドスチュワートのコンサートが行われ350万人を動員した2006年2月18日にはローリングストーンズのコンサートが行われ150万人を動員した 2007年には、ライブアースの会場となった。世界遺産、リオデジャネイロ、山と海との間のカリオカの警官群に含まれている。コパカバーナのパノラマ画像コパカバーナ要塞。ありがとうございます。